のあらすじ。前回、パトはバンドリの対バンライブを行い、見事1位を取ったが、内容的に満足できず、一人、狩猟を行っていた。よし、集中をスマホ一点に集中して。今だ、あだだ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 むしろ、あの時は入れなかった、マスタールームの強者を倒し、最高得点を取る自信がある。やってやる。今度こそ僕はやってやるぞー。ご主人、まずはスマホを買い直さないと。しまった。さっきの連打で壊してしまったんだ。早く買い直さないとー。あ、ご主人、待ってください。私まだご飯食べてる最中なんです。ふん、なんとかスマホを購入することができました。せっかくの美味しい湯豆腐。まあまあ、とりあえず今回は、協力ライブのマスタールームにチャレンジするんだけど、その前に、フリーライブで、協力ライブで僕が提案する予定のジャンルを練習しておくね。お、ご主人、アフターブローの星4のバンドメンバー全員揃っているじゃないですか。ふふ、これが運に愛された者の力さ。そうですか。とりあえず、少し隠れようか。はい。さよならはあなたから言った、それなのに頬濡らしてしまおう、そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ、笑って。ご主人、手出しは順調ですね。うん、まだまだ僕の中では余裕だよ。ちょっと手が触れちゃった。収録時間が見えちゃいましたね。はい、僕はいつもスマホゲームは夜中に撮影してます。だって、外が静かなんじゃない？ゆきなさん、本当に声が綺麗ですよね。本当、いつも綺麗な歌声ありがとうございます。主人はバンドリのカバーから好きになった曲とかありましたよね。うん、どのとかあるなら、他にもハッピーシンセサイザーとかいろんな曲が好きになったよ。全曲とカバーしている方だったらどっちが好きだったりするんですか？うん、どっちかというとカバーの方が好きです。次のカバーコレクション CD 楽しみにしてます。お、ご主人、フルコンボですよ。よし、今回は調子がいいから、このまま協力ライブの方に挑戦してみようか。協力ライブは対バンライブと違って協力するから、今回のスコアより結構増えたりするから、ちょっと楽しみですね。うん、でもその同じ条件の中、僕はマスタールームでどこまで通用するか、ぜひ見ていてね、メリア。了解です。ご主人のかっこいいところちゃんと見てますね。よし、それじゃあこのまま協力ライブでレッツゴー。マスタールームの条件18万ってかなりハードルが高いですよね。うん、星さんが5人とかだと、アイテムを強化しても、その数値に行くかどうかわからないくらいだからね。その中で、厳選された強者なのか、ご主人はどこまで通用するのか、ドキドキですね。よし、とりあえず、ジャンルは確定だね。スタンプをしておこっと。メリア、何やってるの？スタンプごっこです。それじゃあ、これからは、本番なのでコメントなしでいきますね。任してください。ご主人が頑張ってる間、私がトークします。ノリノリで行こう。頑張れご主人、他の強者に負けるな。さよならはあなたから言った、それなのに頬濡らしてしまおう、そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ。ただ
練習があり順調ですね。最後まで解散。頑張ってくださいご主人。やったー、クリコンボですよ。絶対いいスコア出てますよ。うん、練習より調子良かった気がするよ。あとはスコアですね。うわー、フルコンボ取ったのに、ご主人よりスコアが上の人がいますよ。さすがマスタールームだね。まだまだ上には上がいるってことが思い知らされたよ。ということは、まだまだ僕の番取りは終わらないってことだよ。そうですね。これからもどんどん練習して、いろんなプレイを実況していきましょう。うん、僕は上手いプレイ実況より、楽しく実況したいから、これからも楽しくゲームをしていくよ。僕たちの冒険はこれからだ。ご主人、それだと終わっちゃいますよ。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひぜひ見ていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。